おい、マカゴ。何や。おかがの、まあ、かくぐ、ほうふうや。懲りてねえようだな。懲りきってるだけにな。自分、トマト君って言うんですけど、この人は、マタゾって言います。マカゴは、1ヶ月間、その人のまあが、あの、漢字の魔族のまあになります。そう。普通にビーチフラッグに。じゃあ、ビーチフラッグだ。はい。じゃあ、このコーヒー、置いとくんで。よいどんって言ったら言ってくださいね。はい。位置についてよいどん。よっしゃ。10月いっぱいトマトくんになりました。よろしくお願いします。お願いします。あのお願いしたことがあるんですけど、一番高い商品が欲しくて、じゃあそれでそれにトッピングできるものを全てしていただきたいんですけど。あ、はい、もうその辺全部いけるだけ。日曜日よ、昼間。日曜の昼間から飲むビールとピザが一番うまい。最高。待って、美味しいね。ってことで今日はピザを食べるだけです。でもそのピザがなんかちょっと違うんだよね。はい、トッピングとかも含めて一番高いピザを作ってもらいました。なるほどね。これがじゃあそのピザ屋さんの本気ということですか。本気です。じゃあ一番すごいじゃん、ここ今一番すごいです、これ。じゃあちょっとまずよくお世話になってるところからいきます。そうですね。じゃあピザ屋さんの最高級トッピング、はい、こちらです。うわー、やばい。厚み画像見て、この横からのこのほら、そうすげえ。めちゃくちゃチーズですね。じゃあ次は、とりあえずドミピー。ドミノピザふざける傾向がありますからね。確かにね、エンタメに特化してますからね。じゃあいきます。うわー、これはすごい。すげー、ドミノピザの本気ピザがこれってことか。これですね。すごいな。すげーな。じゃあ続きまして、ロジックさん。はい。おー、なんかすごいんですよ、なんかそこになんかこう食べるとこからなんか窯が見えるみたいな、なんかすごいおしゃれなお店でした。しかもなんか焼いてる感すごいね。しっかり焼いてくれてますね。ガチっぽい。こうやって撮ってたもん。あー、本場ですか。いきます。おー、おしゃれ。なるほどね。うん、開ける順番だったけど、まあいや。いやいや、でもやっぱ量だけが全てじゃないですね。確かに確かに。高い具材とかあるから。確かに。ナポリさん、店員さんが可愛かったです。あ、それは高いわ。生ハムだよ、これ多分。生ハムとサーモンですね。すごいじゃん。こっち本場なのかもしれない。これすごい、全部すごい。だってもうその暴力じゃん、うん、なんかこの腕で戦ってる。ああ、はい、ちょっとまあ一食していきましょう。はい。喋りながらストロング。そうで、こう、そうで。よし、よし、じゃあ外に移動しましょう。はい。じゃあ日曜日のピザパーティーにケビ。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 エス。うん。ってことで、まあただ食べてもらうだけじゃもう面白くないんで、まあどこの店でも一番高いもの出してもらったんで、うん、最後にそのランキングを当ててもらいたいと思います。我2個知っちゃったんですよね。取りに来たの。友高以外で考える。あ、なるほどね。そうですね。俺と健介以外で。はい。わかりました。まあじゃあとりあえず食べる。はい、食べましょうか。はい。うわ。ゴリうまそう。やばいやばい、これだって一番高いやつでしょ。うん、いってらっしゃい。はい、いただきます。いただきます。悪魔的だな。うまっ。うん、まい。チーズとエビがブリブリだ。夢最高。まゆ、なんかわがままな戦いをしてる感じ。あ、はい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 。力任せっていう言い方悪いかもしれないですけど、うん、なんかこうもうカロリーの暴力というか、はい、人の食欲を刺激する、うん、欲望の塊みたいな。そうそうそう、欲望の塊な感じがする。じゃあ続いてドミノピザ。はい、ドミノピザです。おお、これすごいですね。もうなんか具材で頑張った感じはすごいですよね。こうやったんでしょ。キワキワまであるからね。いや、すごいよこれ、うん。トッピングの数は一番多そう。うん。いや、だってオクトパスおるやんけ。いますね。オクトパスもソーセージも入ってますからね。いや、これシーフード感すごいな。これすげえなこれ。若干ふざけてないこれ。やっぱドミノピザさんなんで。ね、はい。いただきまーす。はいはい。どうすか。海大混乱、地中海見えてる。うま、うん、バラエティで戦ってる感じ。うん、なんか物いっぱい乗ってるけど思ったよりさっぱりしてる、うん、いや、うめ、うん、すごいねこれ。2切れで結構さ、うん、
牛丼の大盛り食ったぐらいのダメージ。これは多分ナポリですね。ナポリ。イタリーです。焼いた後にトッピングしてるのか。そうなんです。だからなるべく早く。これすごいっすよ、多分。はい。うん、いっちゃってください。いただきます。いただきます。ます。これはおしゃれですね。いや、これうめえわ。おいしい。この2人は、はい、B 級グルメ感、うん、で戦ってるね。こっちはもうなんかイタリア料理としてやってる感じがする。じゃあラスト、はい、ロジックさんのですね。いただきます。はい。はい、盛りだ。これも不思議ですな。うまい。うまい。間違いない、これ。あちょっと、結構苦手な方には、どれも。そうですね。ちょっと私には相性が悪く。うん、美味しいんでしょうね、きっと。うん、まあ、ってことで、まあ、ちょっといろいろ食べながら、うん、審議してください。はい。おいしゃ。ダメダメ。全然の結婚の絶対条件は逆に申し訳ないんですけど、俺前結構はじめくんがいつ毎日一緒に寝たくないみたいなの言ったら、はい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 、俺もそれなんですよ。おなんで、あのできれば毎日一緒にいたくない派です。いやマジで一緒に毎日寝たくないな。いや毎日一緒にいたくないというよりは自分のなんか嫌なところ見られるの恥ずかしかったんですよね。せーの、タケノコタケノコニョッキ、イチニョッキ、イチニョッキ、サンジョッキ、ヨニョッキ、タケノコタケノコニョッキ、イチニョッキ、ニョッキ、サンジョッキ、ヨニョッキ。はい、というわけで、全部ピザを食べ終わりました。あっ、さあこの中で果たしてどのお店の最高級ピザが高いかのランキングを早速タナッチ、俺、洋平くんで決めていきたいと思います。どう思います、はい、これ、うん、1位あっぽいね。具が多かったからそれはありえると思います。うん、間違いないと思います。ドミノロジックピザーラナポリ、ナポリ、ナポリ、どうでしょう。第1位、はい、ドミノピザです。おお、やばい。ある、いくらだと思います。3980円。8672円。マジ、これ8672円って言ってました。これ高級ピザ、超高級ピザです。じゃあ第2位、はい、ピザーラです。あー、やっぱりその辺の大手なんだね。お値段いくらだと思いますか。6328円。正解です。え、マジで、やば、絶対知ってる。見とったよ。びっくりしちゃったわ今。3位はナポリ。あー、ブラブラ。もし誰かストロングゼロ持ってこい。5292円。すごいな。ちゃんと成分取ってくる。多分なんか、やっぱハム、生ハムとかが高かったんじゃないかな。多分ぽいね。で、最後マルゲリータ。大丈夫ですか。あれ、続けて続けて。どのタイミングです。まあ、3128円でしたね。まあ、安くはないけど。安くはない、普通に。安くはない。まだ飲むん。うん、危ない。え、めちゃめちゃ主語なってますね。はい。ぜひ皆さん、最高級ピザを食べたいときはドミノピザで食べてください。タイ。タイ。